ホセグアダルーペ・ポサダは、メキシコの画家でイラストレーター。ホセグアダルーペ・ポサダ作品、ドンキホーテ1852年2月2日に、メキシコのアグアスカリエンテスに生まれる。10代の若い時に、トリニダット・ポドロスそのアトリエで働き、リトグラフや彫刻の技術を学ぶ。1871年に、エルフィシテというアグアカリエンテスの新聞に、政治漫画を書き始める。 ポサダの政治漫画がその地域の有力政治家を怒らせたという理由で、エルヒシュテが11市で廃刊となる。その後すぐ、近くの都市のグアラフアト州のレオンに移る。1875年に政治漫画や広告チラシ等のイラストレーションの店を始める。グアダルーペの聖母など、歴史上の人物や伝説上の人物の絵も手掛ける。1883年。 近くの中学校のリトグラフの非常勤講師となる。1888年のレオン付近を襲った大水害で繁盛していたポサダの店は閉店となる。首都のメキシコシティに移り、そこでの最初の上勤としての仕事は、パトリア・イルストラーダノでの作画であった。アントニオ・バネガス・アロヨ経営の出版会社でかなりの作品を発表した。生涯3万点の版画作品を残し、 現在でもインターネット上で発売されている。あまり裕福な生活を送っていたとは言い難く、晩年は貧困の後、1913年1月20日に死去する。61歳であった。ポサドの特に多くの作品に骸骨が登場する。金持ちも貧乏人も死ねばみな骸骨とのメッセージとされる。メキシコでの死者の日などの死者を祀る伝統と関連づけて考える。 人も多い。また、風刺が込められている。独裁者ポルフィリオ・ディアス時代の富裕層を皮肉ったと、される。貧困層の鬱憤を、版画制作で解消させたものと言える。ポサダの死後、数年間忘れ去られていたが、1920年代、フランス人のジャン・シャルロがポサダの絵を紹介して有名となった。ホセ・クレメンテオロスコが、少年時代に、 近所のポサダのアトリエをたびたび訪ねたということで、強く影響されたことを認めている。ディエゴリベラにも影響を与えたとされている。ありがとうございます。